どうも、ななころです。この動画ではベルギーブリュッセルのおすすめコーヒーショップをご紹介します。ベルギーのチョコレートご紹介動画、スイーツ爆食動画も投稿しておりますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。それではスタートです。まずはこちら、ワイドアウェイクというコーヒーショップです。2019年オープンという新しいスペシャルティーコーヒーの専門店です。ブリュッセルのアトリエでコーヒー豆の焙煎から行われています。いわゆるドリップコーヒーはヨーロッパではフィルターと呼ばれます。大抵のお店ではコーヒー豆を選ばせてもらえます。こういうスペシャルティーコーヒーの店だと、店員さんがコーヒーに情熱を持ってる方が多い気がするので、質問するといろいろ教えてもらえます。ブリュッセルで行くべきお店を教えていただきました。おすすめしてもらったお店に早速行ってみたいと思います。こちらのボーシュというお店です。店内の雰囲気がとても温かくて可愛らしいお店です。先ほどのワイドアウェイクの豆も使用されています。たまたまコーヒーのワークショップもされていました。私はこの日はエチオピアのラテをいただきました。また別の日にフィルターも飲みに来たんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。浅入りが好きな方にはおすすめです。最後はふらっと歩いていて見つけたこちらのお店です。こちらもスペシャルティーコーヒーのお店なんですが、ペストリーもとても充実しています。夏のとっても暑い日だったので、アイスコーヒーがあることにもうとても感激しました。ご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでも良かったよという方は、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。次回からの動画はイタリア・ベネツィア動画です。よろしければご覧ください。じゃあねー。